お答え紹介パンコーナーです。今日はどんなご注文が届いてるか早速ご紹介してやるぞ。このよ、行くぞ。じゃあせいちゃんさんからいただいてるぞ。ありがとう、ありがとう。僕のご注文は、ご注文はド S ですか。Thank you。 Yes、 ド S。 OK。 よし、今回のゲストの早見といえば、その声ご正確に似合わないド S セリフがド M ファンの心を掴んで離さないので、ぜひド S のセリフを聞かせてほしいです。 Oh yes、 D-O-S、 ド S。 D-O-S ってドスだからね。いかに私たちの興奮が伝わっているかということで、ちょっとどういうこと、来たこれ、もういろいろ突っ込みたいけど、まあもう行こう。もう私たちが、うん、音響監督と脚本家になって、私たちの聞きたいセリフを速水さんに言ってもらおうなんです。テンションおかしくない？誰とも。そうですか。私普段血圧あんま3桁いかないけど、ね、今言ってると思う。多分私も言ってると思う。私も基本2桁だけど、低血圧なんです。低血圧だよ。低血圧だけど、今言って血がもう通ってるのに、ね、通ってる、すごい上下運動してる、血が上下運動ポカポカ。いいね、汗かくなこれね。血がうずいてる今。もうね、セリフ考えてあるから、考えた、いつでも行けるから。超楽しかった。もう何も口を挟む余地ゼロなんですけど、今日超ハッピー。もう今日超ハッピー、もう最高。緊張してきた。逆にどっちから、逆に緊張してきた。どっちから行きますかね。二人が決めて。いやー、イノスケ。あ、じゃあ私やと、私先にじゃあ行ってもらおうかな。あー、やべー、決めたって決めた。今日私このためにこのスタジオ来たから。何それ、緊張するわ。もういいなんかあれ、ご中佐のラジオってあれ。いや、こんご注文部分か、これ。ご注文部分がご注文さらしさです、今回は。あ、そうですか。そこだけです。わかる、二人の目力強くない？そこが繋ぎ止めたいじゃないですか。目力強くない？大丈夫です。わかる、じゃあちょっと、もらってもいいですか？手書きなので、そうですね、一回読んでもらって。あ、かわいい字。ですよね。恥ずかしい字。笑ってる、笑ってる。わかった。これを言っていただきたい。え、これどういう感じなんですか？ちょっとじゃあディレクション。あ、そうですよね。ディレクション。基本的には、うん、なんかもう完全に上から目線。あ、完全に上から目線なんだ。で、ちょっとこう目を細めて、ちょっと、でも本人も本気で嫌なんじゃないんです。なんか、ちょっと楽しみつつみたいな。私も、遊ばれてる感じ？そう。私ももてあそぶのが楽しいっていうのを前面に押し出してもらって。分かった、行こう。お願いします。インスピレーションで行こう。もうか、エンターテイナーのやつなんです。二人とも目閉じててくださいね。では、はい、行っていただこうと思います。皆さん、静かに。お静かに。お静かに。みんな落ち着いて。ほんと落ち着いて。二人が落ち着いて、二人が。もう落ち着いて。二人落ち着いて。あー、行くぞー。じゃあ、じゃあ、お願いします。はい。どうぞ。あやねさんってさ、本当に一人じゃ何にもできないよね。ほら、言ってごらんよ。私は沙織さんがいないと生きていけない役立たずですって。わあ！何だ！落ち着いて！机が崩壊する！机が崩壊する！なんで外した、なんでメガネを一度外した、なんでカルピス一回持った。大丈夫、何も間違ってないよ、大丈夫、何も異変は起きてない。ハヤネル、ハヤネル、いい仕事したわ、本当にありがとう。クリエイティブだ、たまらんわ。すごいクリエイティブなセリフだった。ご飯ですよみたいになってる、ご飯ですよ。メガネのずれ方がご飯ですよ。ご飯ですよしてるよ。どうしよう、なんか想像も上回る。私の脚本のニュアンスを上回るものが出てきた。後日あやねさんとかいのりさんにしてもらう。いや、ちょっと待って、どうしよう、お腹痛いよ。緊張するよ、言う方が。なんだろう、この、なんか、なんだろう、わかんない、なんか台風に巻き込まれた気持ちになってるよ。サイクロン、サイクロン。もう一個行く。まだ一個目ですから、もう一個残ってますので。いのすけ、髪ぐっちゃぐちゃやん。あとボロボロだし、ギリギリだわ。うまく切れんかって。これ、ディレクションとしては。ちょっと待って、これちょっと大丈夫ですか、これでいい、これですか。そうです。もう、水瀬先生の作品、エッジが効きすぎて忘れちゃった。嘘、ご褒美。面白すぎる。面白い。これ全体的に、どんだけディレクションしてる？あざ笑い系というか、あざ笑い系。な
んかこう、まあ、さっきみたいな感じちょっと上から嘲笑う感じ で、うんうんうん、で特に最後はもうなんかもうなんだろうなんか突き飛ばす勢いで突き飛ばす勢いで手で払う勢いでもうああって思い切りだからそれなのね。そうです、分かった。1,2 は1,2は全く別のシチュエーションで大丈夫です。分かりました。単発で2ついってほしくて、うん、はい、欲張ってしまったパターン。なるほどね。皆さんお静かに。オッケー、落ち着こう。2人落ち着いて、2人が一番落ち着いて、みんな落ち着いて、落ち着いて、落ち着いてる、落ち着いてる、落ち着いてる。よし、じゃあ行くね。それでは お願いします。なになに、聞こえない。ハエかと思ったら祈りか。これすごくない？と思ったら祈りです。これちょっと全開すぎるよ。やったー、あゆちゃんが再起不能になってくる。やったぞ、生き返って。私はやった、私はやったんだ。これでいいの、これでいいの、二人とも。これで本当にいいの、沙織さん。毎週来よう。毎週本当にこれで大丈夫。あとで MP3 でください。私もこれ今何分ぐらい経過したとこかなって。そう、シークバー的に何分だろうこれ。ワブでも大丈夫です。あ、全然大丈夫です。本当に大丈夫なんですかこれ。大丈夫とか大丈夫じゃないとかっていう問題じゃないんです。あ、そうですか。鼻水が出た。あやみさんと同じ次元に生きててよかった。本当に同じ時代に生きててよかった。時代、うん、よかったね。よかった、二人に喜んでもらえてよかった。本当にありがとうございます。いやいや、こちらこそ。いや、もうなんかお粗末様でございました。お腹いっぱいです。あ、よかったです。というわけでこのコーナーでは、うん、私たちにやってほしいリクエストを大募集です、うんうん、ここは土地のが絶対はないけど言ってほしいセリフも大歓迎ですよ。以上、ご注文はあるあるですかのコーナーでした。